ここで一つまたね関わってのことなんですが、遊びとしつけと言いました、ね、遊びとしつけと言いました。で貴族ってもともといわゆる貴族っぽく、それ振る舞いから言葉遣いから振る舞い言葉遣い、まあ、生活の仕方からもともと貴族っていないんですよね。そういう意味で言うと教育またしつけで作られていく世界、うん、その中にたしなみとしての遊び、今日もねこの遊びにまつわって焦点を当てたいとは思ってるんですけど、それも特別にこうしつらえられた貴族的生活、ね、なんですよ。そのこう言葉遣いからまたは競馬を楽しむとかっていうような生き方って全部しつけとしてしつらえられた生活なんですよという実態を本当赤裸々に表現した名画があるんです。映画、もう古い映画ですけど、この辺を実態を知ってもらうにはそれを見るには一番っていうところでご紹介の映画、古いですね、マイフェアレディという映画ですね、オードリー・ヘプバーンが主演でございます。マイフェアレディを見ていただくと、言語としつけとまたは遊び、これがいかに、作られた生活かなということが分かる、うん、この辺の実態を少し